2月3日は節分です。イワシを使った千葉県に伝わる郷土料理、イワシのさんが焼きをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずイワシは頭、内臓を除いて3枚におろします。水気を拭いて包丁で細かく叩きます。粘りが出るまでしっかりと叩くことがふんわりと焼き上げるポイントですよ。青じそは千切りにします。万能ネギは小口切りにします。生姜はみじん切りにしましょう。すり鉢にイワシ、青じそ、万能ネギ、生姜と材料 A の片栗粉、酒、味噌、砂糖を入れてすり混ぜます。小骨が気になる方はこのようにすり鉢でするといいですね。適当な大きさの小判型にまとめましょう。サラダ油を熱したフライパンで両面こんがりと焼き、器に盛ります。大根おろしとすだちを添えれば出来上がりです。薬味や味噌、すだちが魚の臭みを抑えた美味しい一品です。ぜひお試しください。